考察、または、異種交配とは、生物学においては、異なる種や異なる亜種の関係にある動物、植物を特に人工的に組み合わせて交配させ、繁殖し雑種を作ること。考察は主に、優生生お及び受精のシステム上の問題から、かなり近しい種類の優生生殖を行う、生物間でのみ発生する。特に亜種間の考察が進めば、 亜種レベルの差異が小さくなり、亜種自体が消滅することが起こる。主観の交雑は自然界ではあまり起こらないが、特定のグループの間ではしばしば起こり、これらは種と亜種の区分が決して明確でないことを示している。このような交配が新しい種の誕生につながるという進化論の説もある。その一方で外来種と現地の生物が交雑し、元の種族が外来種の生物と、 その交雑主とに、種としての生存競争で破れる場合も見られる。クマ科の異なる主観での交雑の可否。上もしくは、左から順に A、メラノール科、ジャイアントパンダ、H マラヤナス、マレーグマ、M アーシニスナマケグマ、T、アーナーテスメガネグマ、U アークトスヒグマ、U ティベタノスツキノワグマ、U アメリカーナス、アメリカグマ、U マリティムスホッキョクグマ。 共族の交雑種においては、慣例として、父親の英名の前半部分と母親の英名の後半部分をつないで名前を付ける。ありがとうございます。